皆さんこんにちは、えー、レク専任講師で弁護士の日高です、えー、本日はですね、えー、ガイダンスのご案内ということで、えー、まあ、2,3分程度で,ですねお話をいたします、えー、令和元年8月31日の土曜日ですね午前11時から池袋本校でイベントガイダンスを実施することになりましたで、タイトルは、えー、改正民法ここが変わるというタイトルですねまあ、民法総則編と えついてるのはこれはあの1時間ではですねまあ持ち時間が1時間しかありませんのでえとてもではないけれどもこの2020年のですね7月1日施行のこの改正民法の話え全部はしきれないということになりますのでえ今回は民法総則の部分に絞ってですねえお話をいたします。たただ民法早速に絞ると言っててもえまあ実はたくさんありましてですねえまああのそれぞれぞ え条文の数などはですねえまちまちですけれどもまあ意思能力に関する規定が新しく作られたとか錯誤の効果がですね向こうから取り消しに変わるとかあとは詐欺の取り消しに関するその第三者への対抗要件ですね。これが え今まで善意のみだったものが善意かつ無過失に変わるとかですねあとはまあ代理制度様々変わりますあと時効ですね、えー、に関する改正点これも大きいですね、えー、この消滅時効に関する改正が、えー、民法総則の中では最もですね、えー、ボリュームのあるそして重要なものになってまいりますので、えー、この点を中心としてお話をすることになろうかと思いますそして えー、こちらにその改正の、まあ、趣旨ですね、まあ、改正の狙いと分かりやすく書きましたがあの要は趣旨です。で一、えー、つはその国民にとって分かりやすい民法に変えるという趣旨ですね。まあ、国民にとって分かりやすい民法にするというのは、まあ、大きくあの2つのポイントがありまして一つは学説上争いになった点についておおむねですね判、えー、例に揃えていくと。 いう改正がなされますつまり判例の見解を、まあ、あの条文の中に取り込んでいくという改正ですね。えさらにはえ学説上争いのあったところでえ有力説にそれあのしていくとそういう改正もいくつかですね、えー、含まれていることになります。で、えー、さらにもう一つですね、えー、狙いとしては社会経済情勢の変化に対応させるとあります。例えば このガイダンスで取り上げますその民法総則の改正の中でも最も重要な消滅事項に関する改正点ですねこれはもともと原則10年だったものがこれが5年間というふうにですね変わっていくということになるわけですね。これはもうやはり社会の変化に対応させるためにまあ商事の消滅事項と民事の消滅事項で変える必要性は乏しいのではないかということですね。 まあ、取引の迅速性というものは、えー、強く要求されるようになってきた現代においては、えー、民事の事項に関しても、生、え、じ、ー、に合わせて5年間でいいのではないかと、まあ、そういう発想からの改正ということになります。まあ、このようにですね、改正の趣旨を踏まえた上で、個々の改正条文ですね、これをあの講義してまいります。で詳しい中身についてはですね、このガイダンスの方で、 えー、時間の許す限りですね、えーまあ、皆さんに分かりなるべく分かりやすくです、ね、説明をしていきます。でこれはあの行政書士試験対策のガイダンスの一環としてあの行いますけれどももちろん、えー、これは私はの弁護士ですから、えー、司法試験に出題される民法ですねというレベルももちろんあの把握しておりますし、えー、その他のです、ね、例えば国家資格で民法が出題される試験、えー、たくさんあります。 宅検もそうですけれども司法書士であったり公務員ですねこういったものも民法が出題されますまあ、民法が出題される資格の方が資格がかなりたくさんありますのでぜひその改正後のですねまあ、民法をでもって勉強しなければいけないという受験生の皆さん ぜひですね、この池袋に8月31日の土曜日です、午前11時から約1時間半ですね、まあ、私の持ち時間としては1時間ですけれども、ガイダンスイベントとして、この民法の改正に関する講義をやっていきますので、ご興味ある方、ぜひいらしてください、池袋本校ですね、レックの池袋本校においてですね、これ、やっていきますので、なるべく多くの方に聞いていただきたいと思います。 はい、それでは、えー、以上で、えー、ガイダンスのご案内といたします。えー、どうもお疲れ様でした。